はい、えー、それではね、スマート攻略コースのですね、えー、勉強法というか、えー、ガイダンスの、えー、これから講義を始めたいと思いますと、えー、担当はレクセン・ニコシュ・ベニショワです。さん、こんにちは。 はいえ今回は、えー、総合学習と、えー、まあ多角的なアプローチということでねまあいわゆる便利試験このまあね勉強室にあたってスマートコラ攻略コースまあこの通信専門のコースのカリキュラムについて、えー、最初話をしていきたいなと思っていますガイナス日本動画がありますと一つが、えー、カリキュラム編ともう一個が、えー、学習プラン編というところがありますのでまずはカリキュラム編でねこの講座をどういう形でまあ作っているのかというところから、えー、まず最初に説明させていただきたいと思います。 思ってますと、はい、でまずそもそも便利子試験を、まあ、これからね皆さんが受けていくっていうところで考えておくき私はよくね毎年こう言います。何かというと便利子試験は試験じゃないんだよ免許じゃないんだと。これまさに便利子試験の合格プロジェクト。 やもうね、これ仕事で一緒なんですよってことは、えー、繰り返し話をさせてていいいただいていますどういうことかということですけれどもそうなんです2024年の便利試験2024年のかな2 0 2年代ね,そうでもね何年毎年やってるとねだんだんわかんないことになって23年から24年だなそう24年の便利試験っていう期限でこのね期限があるってことが実は仕事と勉強の一番大きな違いですよね。結局 勉強っていうのは、ね、自分自身がこう高みにね上がっていくっていうことで考えればいいんですけれども仕事というのは必ず納期がありますということになるとその納期に間に合わないとダメだよね。で免疫試験もまさに同じで、ね、これ10年やったら受かりますよとまあ受かりますけどね資格試験というのは諦めなければ必ず受かりますと。 ただできればねやっぱ皆さん早めに受かりたいですよねということになるとねやっぱこの期限内ですね期限内に合格をしていくすなわち来年の試験で合格するぜという気持ちで進めていっていただきたいというのがまず一つになります。だからそのの来年の期限 ですね、便利試験の期限というところに合わせて勉強していかなきゃいけないと。でそれからもう一個次ですねこれ大事なことなんですけど合格点を取ればいいんだっていう感覚をしっかり持っていただきたい合格点を取ればいいんだとでこれどういうことかっていうとですね結構勉強していると忘れがちなところがありまして何を忘れてしまうのかっていうとねこう一生懸命やっていればいいんじゃないのと。うんまあ、そのうちこう勉強 していって、こうどんどん繰り返し、やっていけばね、これいいんじゃないのかっていうところでね、こう突き詰めちゃうんですよ。全部理解しなきゃいけない、全部なきゃいけない。で、そうじゃなくって、合格点、例えば担当試験であれば。えー、これ六十点中三十九点取れば合格です。ね、ここ最近ずっと。ってなると、何も六十点取る勉強する人がない。うん、二十一点分は解けなくてもいいわけですね。で、そこで、どこで点数を取っていくかっていうところをしっかり意識するということが大事です。はい、で、次ですけれども。 はい、覚えられるるように限界があ,るそう、まあこれもちょっと大事なことなんですけれどもこれはどういうことを言ってるのかっていうと結局勉強していく上にね勉強していく上でこう一生目命、ね、やっていくんですけど、まあ、忘れるってこともあるわけですね当たり前ですけど勉強っていうのはまあ覚えていって忘れることもありますとそうするとさこういろんな計画を立てるんですけれども皆さん結局頑張って、ね、勉強のインポートで考えていっちゃうんですけど人間忘れますから。 うん、だからこれもね勉強っていうのは忘れず前提で進めていくっていうのも一つの重要なことだったりしますと。でさらに、えー、とこれね今は時間がないことを考慮するこれどういうことかっていうと勉強法とかね勉強のやり方っていうのは皆さん多分ね資格試験の勉強とか慣れてる方は別として多分学校の勉強法のイメージを持っちゃうわけだよ。やはり 中学、ねまあまあ、中学受験高校受験大学受験の時の勉強のイメージで同じように便利試験やってしまうんですけど学生の時と一番大きな違いは何かというとやっぱ時間がないっていとうことですねそこをしっかり意識していかなきゃいけないということになります。ということは、えー、と以前と違った勉強テクニックというところを駆使していかなければいけないということになります。で特にまあ資格試験一番簡単なのはね思い出していただきたいのは、まあ、免許証。 持ってる方ですね運転免許証を持ってる方はあの運転免許を取る時の試験の勉強を思い出していただきたいんですよ。あれって道路交通法とか一生懸命勉強しなかったでしょ多分教材を見て丸伐の特許料になるなぜかってったら別に道路交通に詳しくなりたいわけじゃなくて免許証が欲しいだけなわけですよね。車を運転したいだけけなわけですそれがまさに便利試験も一緒。なので試験に受かる量ですね試験にいかるレベルをしっかり勉強するということが大事になります。 はい、ってなった時に、じゃあスマート攻略コースどうなってるかというと、まあ、1年間、ねまあ、1年間つってって、まあ、これ大、えー、年内で配信は終わるんですけども、こんな形になっていますと。ね、で、これまあ全部で180時間でしたっけうん。で、かなりまあ短めの講座です。で、これはなぜかというと、これまあ講座っていうのは私の考え方でね、うん、あの、私が、ね、あのね、あ、そうそう、これね、例えば私も、 ちょっと最初の本、ね、の講座で説明してますけど、まあ、前歴っていうかもともと弁理士になる前自体が、えー、ずっと学習塾でまあ教える仕事をしてたんですよねでもともと中学受験の算数とかを教えてたんですけど、まあ、小学生相手に勉強してる時は、まあ、当然1から10まで全部教えるわけですよそこで。だできればもう家に帰ったら逆にあまり勉強しなくていいようにもう塾でできれば完結するようにっていう形で気持ちで教えてました。 うん、で家に帰ってねもうなかなかやるってのは難しいからもう塾で全部完結するぐらいで頑張ろうぜっていうことで教えてたんですけど皆さん大人ですからそうではないんです。今度は逆でやはり家庭学学習習といううかご自身のがどうしてもメインになりますだから講座だけ聞いてれば受かりますかと言ったらそれは難しいです。ただ 勉強する時に講座を使うことによって使わなければ100時間だったところ100時間かかったところが例えば50時間になったり30時間になったりすることができます。ですねですから180時間っていうねその短い時間の中でも、まあ、それがじゃあそのギュッと詰まっているのはなぜかといったら今後の皆さんが自分で勉強していく、ね、学習していく中での、まあ、手引きというか。 うん、そういうところをしっかりと伝えていってる。逆に言えば、ここに進んでください。こっち行かなくていいです。特にやっぱ勉強やってて分からないのが、どこをやらなくていいかっていうのは分かんないんだよね。うん、だからテキストとかさ、過去文集とかってあるんだけど、やっぱ読んでると、どこまでやっていいのかっていうのは分かりにくいんですよ。特にどこをやらなくていいのか。書いてることみんな自由に見えるからねで。それを私の方でバシッと、ここは今やらなくていいですとか、うん、そういうことはお伝えするということになってる。気持ちでやってますね。で じゃあその短め小刻み時間を短くしてるという理由なんですけどこれは簡単ですもう簡単全体の学習の中からとにかく試験に出やすいところを重点的にやってます、うん、試験に出やすいところもうこれ私も,もう一番重要なところですねうん10年の中で1回しか出ないことと10年に2年に1回ね10年に1回と2年に1回しか出てごん、ね、10年に1回出ることと2年に1回出てることどっちを優先しますか 確かに両方試験出るかもしれないけど、明らかに順序としては2年に1回出ることです。そっちから優先していかないと、これは試験の勉強終わらないです。うん。ってなると、まず最初、ね、バサッとっちゃいます。ね、カットします。これ何か。要するに試験にあまり出てないところです。試験に出やすいところをまず重点的にやってくださいというところで考えています。で、次。また切ります。重複部分ですね。重複部分はまとめて理解したらばいいでしょう。つまっ。これね、便利試験って結構似たような制度があるんです。 だっただそういうところをまとめて押さえちゃうよと。っていうところね。それから最後。ね。よし。家庭学習の基礎。これがまさにそうで、さっき言った180時間とか短い時間だからといって、それだけでは当然受からないですよ。それだけでは受からないですし、あの、どこの、それは多分講座でも、講座だけ出て受かる講座があるからさ、それはやっぱ難しい。自分で問題を解いたりしなきゃいけない。ね、自分で理解しなきゃいけない。で、その時に、 理解をしやすいなぜそうなってるのかっていうところを伝えることによって自分でやったらさっき言った1時間かかるところが、ね、ヒントしさがあったからあ5分で終わったそういうふうになるのがいいのかなというふうに思ってますと。だからそういう部分をバシッとカットしてると。っなると、まあ、残った部分に関してはかなりコンパクトにまとめられるんじゃないかなというところで、えー、まとめてるということになります。はい、でそれを さらに、まあ、通信っていうことで専門でやっていますので私にして通信っていうのはどうしても家でね勉強する時になかなかと時間取れないんですよ生講義だと通常3時間単位なんですけどなかなか3時間っていうねえー、コマ駒が取れないので、まあ、60分1コマという形で短めにしていますでそうすることによってこの空き時間ですよねもう隙間時間、まあ、なかなか今はねあのー まああのーね、コロナリモートワークとかになってるから通勤時間とかも、ね、減ってはいるかと思いますけれどもただもう空いてる時間空いいててるる時時間間です例えばテレビ家でテレビ見てる時き CM 中にこれも、まあ、これもとかねああいうの私の教材があるんですけどいわゆる過去問,の問題をねちょっと確認してみようとか。 まあ、例えば電車並んでる間もっと私はうのは、ね、エレベーター待ってる間でもいいんですその間でも条文一つを確認するそんな気持ちで勉強時間をコツ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 積み重ねていくというふうにしていくことによってあの勉強時間というのを確保していただきたいでそのためには例えば講義を見るにあたっても、まあ、スマートコースの場合、ね、例えばスマホとかでも見れますでね60分1コマっていうのはやっぱこれはねその1コマをできるよ見切ってほしいんですよ。 で講義っていうのはだいたいその始めから終わりでちょうどこう一つのこうなんですかねこう完結してるもんなんですねもう一回一回が。うん、でまあ例えば前半にあちょっとここら辺でピークを持ってきてで後半はちょっと緩慢ちょっと緩やかな部分で持ってこようとかってなってるので、まあ、あんまりそこを分ける実は3時間の講座もそういう感じなんですね。うんまあ、私は生で3時間の講座とかもやってますけどで講義っていうのは通常はあのよく皆さん途中で切っちゃうんですけどできれば切らないであのまとめてみた方がいいと思います。うん、あのその1回の回分はね はい、ということだからその場合はやっぱ通信の場合、ねえー、見やすいようにということで60分でこれは結構受講生さんに聞くと、ね、合格者に聞くと60分とか見やすかったというのはよく聞く話になります、はい、でじゃあ講座としてはどういう風になってますかというところでいくつかちょっとだけポイントを説明しますけどまず最初です、えー、最初にね始まるのがスタートアップ講座と入門講座というのから始まります、はい、でここがえなんですか、ねまあ、皆さんに言ってしまえばこう便利知識の土台ですね こう皆さんの基礎をこう固めていくという時になりますからめっちゃ重要ですここがめっちゃ重要ということになります、はい、なのでまず「弁理士試験」って一体何なんだと <laughs>、ね、まず「弁理士試験」っちゅうのは何なんだっていうことになるんですけれどもこの「弁理士試験」っていうのは弁理士の試験なんです当たり前ですけどこの2つの側面を問われてますよということになります じゃあまず便利子としてでどんな制度があるんですかどんなふうな概要になってますかというその概要全体を確認するのがスタートアップ講座と呼ばれるものです。まあ、ここに関してはなんかほぼえとまあ,あまり気にしなく最初にちょっと学習のえやり方とかを話をしたりねちょっとあのガイダンス的な話をしたりもしてますしまずはねあそういう制度があるんだうんということをやっていただきたい。でえー、と実際テキストとしては この入門テキストってやつですね。えっ、ー、と、よしょ。あ、ちょっとでかいね。うん。こんな使って。で、まあ、ちょっとね、今年は、あの、入門テキストも、ちょっと中身見たりはしてますけど。基本的には、また、テキストね。あの、皆さんに、あの、お読みいただくようなスタイルを取っています。うん、あの、テキストと読めはね、やっぱそれなりのことは、わかるはずですから。うん、あの、当然、理解は全部、そういう難しいの知ってるんですよ。なんだけれども、まあ、テキストね。あの、こと、ただ単純に読んでても、講座面白くないですから。まあ、できれば、テキストプラスアルファのことを、言っていきたいなと思ってます。 でまあ、それが終わった後にまに、あ、じゃあ勉強していく上でどうやって試験として点数を取るは試験ですからこれ点数を取らなきゃいけないよねということで、まあ、試験として点数をどう取るべきかということでいよいよまあ細かい内容について入っていくっていうのが入門講座になります。でさっき言った基本的なここでまあ土台の作りの話をしていくと。じゃあまず何を優先しているのかっていうことなんですけれども優先していくところはまずね4法です。 4法4法というのはちょっとねさっきのカリキュラムちょっと戻りましょうかよしよしよしここだ今こういろいろあったんですけどここで「特実遺書」と書いてありますこれを4法って言ってきますね、うん、皆さんもうご存知かないわゆる担当試験も論文試験も口述試験も出る内容ですそれに対してここに最後来てます下三法攻略講座でこれは担当試験しか出ない講座になりますあ講座とか内容ね条約、まあ、条約とはスピシティと分けてるんですけどまあこれ条約です だら不正競争防止を著作権法というのがが担当試験でしか出ませんとでこれが分かれてます、うん、分かれてるというか勉強としてはね4法と下3法だから上4法とか上4法とか下3法下3法とかで言い方をよくしますけれども、まあ、我々業界ではね弁理利試験事件業界ではこういう言い方をするわけですね。でそうするとさこの4法と3下3法、ね、この勉強というのがあってまず大事なのは何かっていうとちょ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 といくとこの4法の対策なんですいわゆる特許実用試案衣装商標です。 でこれについては何が重要かっていうと担当試験と論文試験の対策を同時に考えていかなきゃいけない。うん、ただあくまでこれは切り口の違いだけです。やってることはあまり変わりません。担当試験も論文試験も。うん、あの切り口の違いということで見せ方なんだよね。見せ方っていうことになるので、はい、まずは両方ですね、うん、両方使える知識を優先的に学習していくということになります。 でこれねなかなか難しいやっぱねあの毎年受験生にあのやっぱここが一番悩ましいんですよ要するに担当と論文のバランスをどうしようとかあのどこまでやればいいですかっていうのは非常に相談も多いですしまあ場合によっては担当だけ1年目やろうかなとかって方もいるんですけれども担当っていうのは問題文が非常に細かいです言ってしまえば点の勉強です知識を点でポン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 押さえていくっていうのは担当の勉強それに対して論文の勉強は線ないし面の勉強です 制度の流れがこうありますよとか相手が何か言ってきたらこういう対応しますよっていう形でうんだからまあなんですかねこう例えばねちょっと若 <laughs> い女神さんで私はドラ系が好きですからよくねドラ系昔なんですがドラ系では単なるあの呪文をね覚えるよっていうのが担当なんですよ。 うん、それに対してあこの敵だからどういうふうに戦っていこうかっていうそれが論文試験でやってることは同じなんです同じゲームなんだけど単なるまあ知識なのかそれをどう使うのかっていうそこの切り口が違うだけです。ってなるとまずはそう言ってもあの担当試試験験ででししかかかれれれなないいいい知知識識ととううののががあありりまますすそれから論文そこは確かにあるんですけれどもほぼほぼ共通のことが多いのでまずこれを優先的に学習していくと。 いつまでですか、のほぼ年内直前になったら直前になったら担当の知識っていうのを勉強していきますかつ担当の知識っていうのは、まあ、知識的に細かいところもあるのでそこで整理をしていくとだから全体的なものを作っていくで私がよく言うのはまず頭の中にしっかり箱を作るといいですよと知識を入れる枠組みっていうのを作っていただいてでそこにこういろんなことを覚えていくということになります。ただね、あのー これ大事なことは何かというとこれ勉強の流れっていうのを考えたときによいしょ、うんまあ、知識のいわゆるインプットですね、まあ、覚えるっていう作業とアウトプット、まあ、問題を解く、まあ、これまあインプットアウトプットって言い方しますよね。でこれ大事なことは知識のインプットっていうのは、まあ、どうせ忘れますのであの分からないところがあっても気にしなくていいですよっていうこれがまずすごく大事。 で勉強を始めていく上で結構皆さん焦っちゃうんですよ。覚えなきゃいけない覚えなきゃいけない。うん、なんだけどそれは忘れますから。では簡単に言うともう何回もやるんです。私の講座でもさっきのカリキュラムで見ましたけれども例えば入門講座制度イメージ重要項目とかあ4法横断っていう形で似たようなこと3回とか4回やるの。それは繰り返し繰り返しやることで覚えていただきたい。例えば4回やるよっていうことは最初4分の125%理解できていれば十分です。七十五パーセ75%忘れてもいいわけ。ということになります。 うん、なので知識インプットをしてでかつまあ最終的に問題を解くというところで何が分かって何が分からないかってところですね。でよく皆さんこの2つしか考えないんですけれども実はもう一個ですね知識のまあアレンジというか、うんまあ、うまく知識を自分の中で引き出しやすいようにするってことがすごく重要です。で記憶のメカニズム自体もそういう感じで、まあ、言ってしまえば今インプットでまあ覚えましょうっていうんですけれども本当に忘れちゃってる場合と。 まあ思いいい出せないっていう場合があるんですね答え聞けば分かりますと「ああそうだね」ということで分かるんですけれども聞かななないとんだっけな、ね、例えば皆さんに、えー「3日前の晩ご飯って何食べましたか?」って言ってもやっぱりいきなり思い出せないですよね「私も3日前何だったかな?」と思い出せないんですけどでも例えば自分の手帳とかにメモをしておくと「ああそうそうそう」ね「この日はあの鍋食べた」「ああ鍋食べた」と「締めでうどん食べたら食べ過ぎちゃったんだよな」とかっていうのが思い出されてくるわけだ記憶にあるわけよ。 でも、思い出せない、うん、という状況で、そういう状況の知識と全然思い出せない。うん、というのもあります。<laughs> それは、あの、ものによるんですけどもね、知識で,で。大体勉強って一番多いのは、あの、思い出せなくなるんですで。思い出せなくなるんで、しっかり知識を整理していくっていう作業ですね。これを重視していかなきゃいけないということになります。で、特にね、これ何がポイントかっていうとね、丸暗記っていうのは難しいんですよ。うん。 年齢重ねてくるとでこれまあある勉強法のを読んだ時に書いてあったんですけれども人間の記憶力っていうのはあのあ頭のねち知識というのは実はあの若い時がピークでどんどん落ちていくんじゃない、うんんど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 ん実はあの中高年ぐらいなんか、ね、40代から50代が結構ピークにくる脳の活動としてはねっていうなんか本を見て私は一説で、ねまあ、とあるその説その本だとねだなるほどと思ったんですよね。で確かにい、まあ、いいんだけどじゃあ若い 頃とでもね若い頃も実は有利なことがあって若い頃何かっていうとね単純な丸暗記はこれ年齢とともに落ちるらしいんですよ能力は、うん。ただ単純に覚えてくださいっていうのはやっぱり苦手になってくるでそれが子どもの頃とか若い頃は苦じゃなくできると、まあ、言われてみれば確かにねま、うん、あ私もともと丸暗記苦手ですけど、うん、確かにねあのますます嫌になってきますよね。となるとやっぱり皆さんとしてはただ単純に覚えるっていうよりかは、ね、どういうふうになぜそうなっているのかどうしてそうなっているのかとしっかり考えていただくっていうことがすごく重要になってくると。 うん、でそれを講座の中でしっっかり伝えてていいきたいという,ふうに思ってますだからまず最初の入門講座っていうところで考えた時にこれから勉強をまず始めていくんですけれども勉強したことを完璧にしようぜ予習お完全にしようぜなんてやっていくと疲れちゃうしうまくいかないですまあとりあえずイメージができたからまたあとで勉強するがいいかぐらいの感じで勉強は最初の方は進めていただきたい、うん、細かいことはきてこだあるで用語の理解用語の理解もどの程度かって言ったらあなるほど分かってるよと うん、ああそれ聞いたことあるよと、うん、いうレベルになっていただきたいんですでそれってどうやって見分けられるか皆さんが実際にインプットができたのかできてないのかどうやって分かるかっていうとそれはあの解説読んんでかかかかかるかどうかだ、ね、今なんか全然分かりますよね、うん、例えば「商標法50条の不正取消審判の要件って何ですか?」って言われたってまず全然今の言葉のね言ってる意味が分からない、うん、じゃあ不正取消審判に対して不正取消審判不正取消審判商標権者と使用権者どういうふうに違ってましたっけ って言っても全然分かんないでしょ勉強してないとだからそれは今インプットができてないところがこれ勉強が進んでいくと答えられなくてもうんそれは違うよね、うん、商標権者は専用権の範囲で使ったとしても不正使用取り消し審判の対象にならないんだけども使用権者通常使用権者の場合は不正使用取,り使用取り消し審判の対象になるよねって言われたらああそうだって思い出すわけよでそれなぜかっていうと頭の中に入ったからインプットが入ってるの引き出せない、うん、だからそこをしっかり明確に分けていかなきゃいけなくてそのためには一生懸命最初から覚えよう覚えようと思ってもつまんなくなるし 勉強できなくなっちゃうからまずは細かいいいこことにだだわらないでください、うん、で私自身が自分まあこのスマートコースを含めてあのいろんな講座の中であの私のポリシーとしてはやっぱ楽しくやりたい、うん、やっぱ楽しい方がいいんじゃない勉強ってねえー、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 ってさ <laughs> なんかこう盛り上がった方がさ面白くないですか、うん、私はやっぱねそこが一番重要だと思っていてでねあの分かりやすいかどうかっていうのはあの分かりやすい講座は当たり前なんですよ。 うんなのね、レストラン行っておいしいあの料理を食べたいっておいしい料理出すのが当たり前。我々は講座を提供してるんだから分かりやすい講義するのが当たり前なんですよ。うん、ただそれ分かりやすい中で面白いかどうか私は面白くてやっぱり続くってことがすごく重要だと思ってます。で合格者のの方にやっっぱそう言ってもらえるのがね 一番やっぱ自分としても嬉しいですしね「うん、ああ先生これ面白かったですね」とか「あの話面白かったですね」ってね「うん、あちょっとぐらいね講座で分かりやすかった」とか「言ってよ」とかでね冗談で今こう合格者の話を正した時あるんですけどあやっぱね私としては本当にもうあの最高の褒め言葉というか、うん、やっぱね楽しく勉強して受かるっていうのが一番いいんじゃないかなと思ってます。はいということでちょっとね話をしちゃいましたけど、まあ、入門講座でまず全体の土台をしっかり作っていただきたい「あああんなに言葉あったよね」「いいんですよそこ正確に答えられなくてもいいんですよ」 いいいうレベルにしててただいてで次ですね制度イメージです。で今度制度イメージ構築講座っていうのはこれどういうものかっていうと、まあ、言ってしまえば重要なところとか流れとかをまず押さえていきましょうよということになってます。うん、各条文とかを実務的な流れに沿って条文を理解していくと、まあ、言ってしまえば論文に近いんですね。 うん、論文に近い例えば流れがあるもの審査どうなってますかとか審判どうなってますかとか、えー、国際質がどうなってますかなんていう流れがあるものは流れから理解していく要するにさっき言った、えー、線とか面の勉強ですねっていうのを制度イメージ構築講座でしっかりしていただく特にまあその事例を交えてね、うん、こんなので侵害とかって言われたらどうしようかとかそういったところについての話っていうのをしっかりしていくっていう講座になります。それれにによっっってててて具体的に法律がどんな場面で使わいいいるかかとうのをしししり意識してほしいと思ってますはい で、まあ、それでやった後に、えー、まあ、一番長いところがこの四項横断攻略講座ってことですね。で、一応、ここで全体的な軽くもうイメージを抑えましたので、今度、四項横断攻略講座、何をやるかというと。また、全部の知識を総ざらいで見ていきます。今度は細かいところまで見ていきます。で、細かいところまで見ていくんですけれども、これ、通常、こう、法律っていっぱい、こう、バーっと並んでるんですよ。で、よくあるのは、まあ、特許法だよね、とか、実用試案だ,、ね、だよね、商標だよね、商標だよね、形で勉強していくんですけど。 当然東京を勉強して次実案次商次商表ってやったら商表やってるご東京忘れちゃうんだよ <laughs> やっぱりっていうのとあと結構規定が似てるんですねそれぞれの条文例えば実用者東京の二十九条と実用者の三条と一緒の三条ってまあこれほぼ同じような規定なんですうんまあ新規制定やつなんですけどだったらそれ四法で似てる知識はこうまとめて見ていっちゃおうぜっていう。 それは四方断攻略講座とということになってまか、まあ、なかなか他にはない講座だと思いますけれどもまあこれによってその法律観を超えてね、うん、結局知識の私たちはさっき言ったように思い出すポイントをいかに作れるかなんですよ。一個一個の知識を覚えておりかはだいろいろ頭の中によく私リンクっていうんですけどリンクを貼ってほしいわけこうホームページで言うところの。だからここをピッと押したらここにピッと飛ぶようにピッとピッとしたらピッと飛ぶように。 うんですどこで忘れてもあこの規定ってたそういえば衣装ではこうだったから東京ではこうだよねとかうん特東京で審査の場合こう流れてたからこの流れでは拒絶るの次はこれくるよねみたいなそういろんなバリエーションというのを押さえていただきたいというふうに思ってます。だから今までその制度イメージまでは法域ごとですね「東京法は東京法衣装法は衣装法」って見てきてたんですけど4法なんで今度は逆こっちね、うん、もう全部じゃあ審査って何だったっけとかいう形で見直しをしてほしいと。 だ四法を横断して知識の整理、それをすることによってね似たような制度がごちゃごちゃになるっていうところを再整理してほしい。でこれ記憶っていうのは便利試験ってねすごく難しいところがあって難しさのね何が難しいかさねこれ深くそれなりに広いんですよ。うんめちゃめちゃ深いわけじゃないんですけどでその中の一つね記憶がごちゃごちゃになるっていうのはこれ記憶ってね人間嘘をつくというか。 ももととある記憶に引っ張られちゃう性質があるんですよだからイレギュラーな旅行先とか行くと結構人間っていうのは覚える例えばね実,実経験って言うと覚えるんだけどちょっと似たようなところに行ってると、うん、例えばお寺とかによく行く,行くよっていうとどこの寺だったか忘れちゃう時あるわけよ。あれあのお寺どこだったかな私とかは結構旅行先でスーパー行くのが好きなんで結構そうあのスーパーに行くんですよ、うん、ショッピングモールとかそうするとさあれどこだったっけなってなるわけよ。でよくまあ物なんかも買ってね うん、あの結構家で買ってみたポン酢が美味しかったの「これポン酢美味しいポン酢だったね」って「どこで買ったっけ?な」な誰て「あれこれどこ?」でなんでそれ分かんなくなっちゃう。なぜかって言ったら似たようなスーパーにいろいろ行ってるから旅先食って食べて例えばイオンに行ったりヨーカード行ったりアピタ行ったりとかってやってるとどこのイオンだったかも分かんなくなっちゃうの、うん。それなぜかって言ったら似たような記憶があると人間って既にある記憶にひっついちゃうんですって。だからごちゃごちゃになっちゃう。これ実は弁理試験がまさにその通りで さっっき言った結局そ,のそれぞれの制度が似てるんですよ、うん、だから最初ね本当入門講座の頃っていうのは結構皆さんね余裕なんですあなんだと便利試ね言ってると俺合うんじゃない俺便利試験結構もう肌に合うなってねほとんどの人が思ってくれるわけよねこれ特許法だけやるわけじゃんああ、うん、特許分かったとでまあ実はじゃあん,まやんないんだけどね <laughs>、うん、でまあ衣装やりましたああなるほど衣装ってそういうもんかって商標で商標ね一番面白いから。 楽しみにしてて。うん。私は商好きだしね。商品面白いですよ。いろんな人出てくるし。うん。まあ一番面白いのは不正競争防止法なんだけどさ。で、まあ商品ありますで、なった時に、もう商品終わりました。なんだおい,いい感じだよねと。うん。思うじゃない。制度イメージもこうるじゃない。もういい感じだと。でもね、制度イメージが怪しくなってくる。あれこれ何だったっけなっていう。何だったっけな何だったっけかな何だったっけなんだったっけな,っ,っ,っ,けなっていうのがどんどん増えてくる。なぜかっていうと、どっちかどっちかわかんなくなっちゃう。うん。 同じ手続きあるわけ例えば優先,優先権主張手続きありをするときに特許法と意証商標では時期が違う同じ手続きがあるんだけど時期が違うとか <laughs> そう提出するものが違ったりとか要件今要件っていうんですけど例えば文化図書館ができる時期が法律によって違ったりとかってなるとあれどっちかなっていうのになるわけだよ。それが、ね、厄介だからこうやって四法をしっかりね対比しておくことによってちゃんと整理をしてほしい。 記記憶憶をしっかり記憶の整理だからこれがアレンジだよねアレンジがすごく重要。でアレンジを結構皆さんやらないんですよ。うん。だから一生懸命覚えるとするわけ覚え、ね、なきゃ覚えなきゃ覚えなきゃ,なきゃ,なきゃって言うんだけどさあやったってね全然あの身,になろうな身につかないというかなぜかしたら引き出す練習してないから。うん。っていうところを皆さんと一緒にやってきて。で最後に一応ここはここにありますけれどもその前にここでスタンドポイント攻略講座ってあります。これ何かっていうとね一応最後に復習をするときにさ これ、講座って見直すってさ、めっちゃ大変なのよ。で、ここだけでさ、いくら全体で短いって言っても、一応こう足したり、80時間以上あるわけじゃないで。試験直前に、よしと、もう一度見直すでって言っても、なかなか時間取れない。なので、ここの15時間だけ見てもらえれば、15時間だけ見てもらえば、全部ここの内容がギュッとなってます。だ試験直前に、ここを繰り返し見てもらえばいいという、そういう講座になってます。 うん、ここでしっかりと基本的な流れを頭に全部作っていただいてで試験直前にもし分かんなければここをぐる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 見てもらえばでここで試験出るポイント全部言ってますから担当試験で,でもうまとめてますちょっとねあのここだけ早口だったりねであとねちょっと私もいろんな話するんですよ実務とかさ やっぱ楽しくね。やりていきたいんでうん。あの結構嫌なことも話したりしますとね。時々脱線しすぎちゃうんだけどさ。でもやっぱり結構意外とに人間って不思議でね。脱線した記憶的に覚えてるんだよね。うんね。あの法律の条文を覚えてないのにさ、脱線したことを覚えててさね。なかなかそっちで記憶残っちゃったりするんですけれども。ただあのここはもう一切しないです。 もう何もしとにかくもう繰り返し見てここまでは別に繰り返し見ることを前提としてないんです一期一会でずっとやってるんだ私 <laughs>、うん、でここはでも繰り返し見てもらいたいと思ってるんでここはもう余計なこと言わずにもう試験のことだけをしっかり言うと、うん、ここを最後見てもらえばいいと思ってますと、はい、であとは論文の講座ですで論文に関しては、えー、と論文入りと構築講座一応ね学習、えー、今なんだっけ何でしたっけ今カリキュラム編だっけうんもう一個の方ですねうんの方で、えー、説明してます あ学習プラン編か学習プラン編でもちょっと論文のことに説明したいと思ってるんですけれども一応まあここで論文ですでここ取るか取らないかっていうのはまず論文スキルアップに関しては、えー、論文の学問全部ここで6割してます平成10年からです、うん、なので、えー、お持ちでない方は取っていただいた方がいいかなとあと当然論文の学問、えー、の勉強とか分かりますよとでどちらかと,いうとなぜオプションにしてるかっていうとね残念ながら便利試験で <laughs>、まあ、去年ダメだった時にさ、えーね、また今年申し込みますって人もいるわけね 結局は入門講座一番しっかりまとまってるんで,でも,うもう一回スマートを取りますとかってでいらっしゃる時にあもうここについては分かってますって人もいるからで,その関係でオプションににしていいまますすと、はい、ということになります、はい、であとは、えー、下三法ですね下三法に関してはもう直前です本当に来年のこれカリキュラム的には私はよく言ってるのはずっと最初は四法の学習ですね担当と論文を並行でやってください。 1> で1月ぐらいから下三方の勉強これねあまり早めにやっても覚えてるのが難しいんですで直前に一気に突っ込むっていう私のやり方。ってなるとえここからだから論文の勉強をそのまま下三方の勉強に切り替えてもらえば OK ってことになります。うん なので、まあ、5月の手前ぐらいに下散歩終わらせなきゃいけないから、当然終わってなきゃいけないんで、まあ、1月下旬ぐらいから下散歩の勉強始めるとしたら、まあ、それまでは論文の勉強やっていただくと。だ講座自体も配信が始まっても見なくていいです。下散歩に関してはね、ということになりますはい。で、えー、あと、 学習コンパス講座っていうのがここにあったんですけどこれはの30分のフリートーク、まあ、実際にもうちょっと長くやったりするんですけど月1回皆さんにに、ね、どういうういいいいい学習ををししたたらいいかっていうののお伝えすするものになったりしています、うん、あのやっぱり通信であの見てる時期がいろいろ違いますので、まあ、例えば9月とか10月っていうテーマであの絞ってやると、まあ、皆さんに伝えやすいかないろんなことを伝えやすいかなと思ってるんでここでやってる講座になります。はい っていうところがまあ、スマート攻略コースということですね。で最後に、えー、1点だけ同じして今回は終わりにしたいと思うんですけれども、えー、通信というのは勉強してるときにですねなかなかわ、えー、からないことが出たときに戸惑うことが多いです。うん。で私の講座の場合は一応皆さんとねあのやり取りをしたいというのがありまして。 ね、あのツイッターとかですねで結構あの質問してねということで言ってますいや俺はツイッターなんかやったことないよって人とかもよく勉強用に、ね、アカウント作ってやってくれたりしてますで結構合格者の方はツイッターやっぱ活用されていろんなこと聞いてくれたりしてますで聞けばね私もあのそこはやらなくていいよとか、まあ、よくあるんですよ、まあ、そこまでやる必要ないとかそこは考えない方がいいよってことがあるのでそれをしっかり伝えますのでだそうするとあここまで踏み込まなくていいんだなっていう。 そういう感覚をね皆さんにとってあの身につけられるとかいうのがやっぱり一番のメリットだと思ってますんで勉強していて、うん、どうしてもやっぱ通信やってると時々そういう意見が見ますよね他の講座とかで通信だと先生に聞かないから困るってうん通学の方が私は通学よりか通信の方が聞きやすいと思ってますだってツイッターだったら24時間いつでも聞けるんだもんし、まあ、私がねいつもすぐ返すとは限らないですけどでまあじゃあ質問返しますんでぜひ、まあ、ねそういう形で私も質問されるのはすごく好きなので、えー、皆さんとね一緒に合格を目指していければと思ってますと。 はい、えー、というところで、一応今回は、えー、学習プラン編はここまでにしまして、えー、もう一個ですね、えー、じゃあ、カリキュラム、ね、はどうなってるかというところでごめんなさい、えー、学習プラン編ですね、学習プラン編はどうなってるかというところで、えー、じゃあ、今度は学習プランの方を話をしていきたいと思います。はいでは、今回は時間になりますので、こういう動画にしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした